スクールをご覧の皆さん、貞治八木です。ステップ4はメロディーを考えるです。いい質問です。音を重ねていく上で、まあ一番分かりやすく考えると、それぞれの楽器がちゃんと共存できているか。ギターやピアノ、バイオリンなど、いろいろな楽器が曲にメロディーを加えてくれます。今回のサンプル曲のギターでは、メロディーだけでなく、リズムも重視した作りになっています。例えば歌が入る楽曲であれば、歌にさらにスポットライトが当たるような形でその楽器が入っていれば、正しいか間違いかという表現はあまり適切ではないんですが、そういう音の入り方は比較的に正しく入っている音かなと思います。ここで質問です。楽曲を作る上で楽曲に必要な音数というのは、何を表現したいかによって変わってくると思います。今回のサンプル曲においては、一つ一つの音の躍動感が綺麗に見えるようにしたかったので、最小限度の楽器の数にしてます。踊れるためにはある程度ループというか、同じ音が何度も返ってくるようなシンプルな構成が必要なので、シンプルな構成で、曲の始めから最後まで作ってあります。歌詞をつけたり、ラップをしてみたり、踊ってみたり、ぜひ思いの丈を、自分の頭にあるものを、この曲に合わせて表現してみて、ぜひワンダースクールに投稿してみてください。